こんにちは、油見長男です。今日はスシローさんにやってきました。本日のお目当てはこれ、塩いくら包み1貫100円です。はい、オーダーしたいくらが来ました。おー、思ったよりいくらが多いぞ。これはなかなか美味しそうじゃないですか。僕はいくらがね、大好きなんですね。特にね、塩いくらは本当に好きで、いくらっていうとね、大抵はだし汁につけたいくらのことを指すんですが、塩いくらと聞いちゃ黙っていれません。塩いくらはね、いくらそのものの味が味わえるということと、醤油の味よりもね、僕は塩で味付けた方が好きなんで、もうやっぱりこれは頼まざるを得ない商品といったところでしょう。まずはじゃあちょっと味見をしてみましょう。塩いくらだ、美味しい。じゃあね、本格的に食べる前にね、もうちょっと味見してみましょうか。この辺をね、こうやって、うまい。じゃあね、わさびをのせてね、醤油をね、ほんのちょっとだけ垂らしてね、食べてみようじゃありませんか。こうやってね、もう手で掴んでいきましょう。こうやって持つといくらがすごく多いのがよくわかりますね。じゃあ、いきます。うまい。これはうまい。次に気になったのはこれです。柚子塩縁側。私は縁側が大好きなんですね。そして寒ぶり。ぶりも大好きなんですよ。この季節ならではのメニューです。はい、柚子塩縁側とぶりが同時にやってきました。縁側が思った以上に大きくてにんまりです。これは嬉しい。そしてブリも好みの色つやです。これも脂が乗ってて美味しそうです。じゃあね、縁側から食べてみましょうか。柚子塩というぐらいだから、ひょっとすると塩で味付けされてるかもしれません。まあ醤油をつけないでね、一貫食べてみましょうか。じゃあ、いきます。残念、醤油が必要でした。まあそんなこんなでね、醤油をタラタラっとねかけて食べてみましょう。じゃあ気を取り直していきましょうか。いただきます。もう間違いないですね。うまい。じゃあね、今度は寒ぶり行ってみましょう。わさびを乗っけて醤油をタラタラっとね垂らしたら、こっちから食べてみましょうかね。はい、じゃあ行きます。なんとも言えない寒ぶり独特の旨味がたまりません。うまい。はい、じゃあ次もね、冬ならではのメニュー行ってみましょう。マダラ白子です。はい、来ました、マダラ白子です。白子がたっぷり乗っています。その上にね、ポン酢のジュレが乗っていますね。これはだから醤油なしでいただくメニューとなります。本当はね、僕はこの上に醤油をかけるのが好きなんですが、まあ一回ね、ジュレだけで食べてみましょうか。じゃあね、これいきましょう。いただきます。白子がとろりと口にとろける、美味しいです。じゃあね、変わり種いってみましょう。次はベーコンとろりチーズです。これですね、来ました。はい、一瞬にしてイカの柚子塩が消えたのは突っ込まないでください。じゃあベーコンとろりチーズいきます。ベーコン好きにはたまらない味だ。でもね、ちょっとね、ほんのちょっと醤油垂らした方が美味しいかもしれませんね。ちなみにこのチーズ、とろりチーズ、チーズというよりもチーズソースという感じで、多分冷めてもね、とろりとしていると思いますよ。うまい。やっぱり醤油かけた方が好きですね。じゃあ次はね、イベリコ豚の中落ちカルビ包み行ってみましょう。
はい、来ました。これです。ネギがたくさん乗ってるのがポイントですね。じゃあまずね、ちょっとイベリコ豚の味見てみましょうか。この辺をね、じゃあいきます。うん、思ったほど脂っこくなくてね、甘辛い味で詰まってる身が美味しく食べれますよ。じゃあね、いきます。うん、ネギのシャキシャキした食感が最高ですね。豚の方もね、甘辛い味付けがとてもよく合ってると思います。美味しいです。